はい、こんにちは。ということで今日はですね、江浦ではないポイントに潜りに行ってきましたので、そちらを少しご紹介させていただきたいと思います。今回潜りに行ってきたのが伊豆山というポイントで、熱海ビーチラインの赤い橋の下から出航するボートダイビングのポイントになります。で、ボートポイントもいくつかあるんですが、それぞれ船で4分から5分ほどで着いてしまうので、僕は結構船酔いしやすいんですけども全然大丈夫でした。で、水中は砂地もあるし、ドロップオフの地形もありますし、大きな根があってそこにソフトコーラルなどがたくさんあったりするので、マクロからワイドまで楽しめるポイントでした。この後の水中動画でそういった様子も見れますので、ぜひ見ていってください。で、個人的には久しぶりのボートダイビング、すごい楽しむことができました。ぜひこの動画グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということで今日は伊豆山で潜っていきましょう。さあ、行くぞ。